道淵にはがっかりしたし、ベガルタにはムカついています。まあ、僕はあの週刊誌の内容を 100% 鵜呑みにするタイプではないので、まあ、最初週刊誌の方を見たんですけど、まあ話半分に読んでいましたが、その後出た、まあ、公式リリース見てですね、ちょっとあまりにも内容がひどすぎるなというふうに思いました。で、僕はそうですね、だから週刊誌の内容はでも、まあ、週刊誌はでもまあ言い方ですけど、週刊誌は週刊誌なので、まあ、100% 鵜呑みには今もしていないんですけれども、なので週刊誌に書いてある情報を元にではなくて、あくまでこれからは公式リリースの情報を元に話していきたいと思いますが、まあなんだろうな、ことの経緯についてここでちょっと説明はしません。あのベガルタスペース道淵とかで検索してもらえればたくさん出てくると思いますし、公式ホームページにリリース出てますので、そちらの方をですね読んでください。一番の重要なポイントとしては、発覚してからまあ解雇になるまでの間といいますか、発覚したタイミングでは解雇になってないんですね。まあ、あの他に処分を下したらしいんですけれども、で結果、こうやってその週刊誌が出たタイミングで、まあ、解雇になったんですけど、そのねタイムラグ何だったのっていう話で、まあ、これが例えば発覚して事情聴取をしていろいろ聞いた上で、まあ、最終的に処分を下したんだけど、その時のリサーチが不足していたから、でその後記事を読んで改めて確認した上で、いやちょっともう聞いてた話やその時知ってた話と全然重さ違うじゃないかってことで、まあ、解雇したのか、もしくは、まあ、ある程度聞いていた上で、まあ、なあなあにしようとしていたんだけれども、ただこうしてね記事が出てしまったからもうそうもいかないから解雇にしたのか、まあ2パターン考えられるんですが、まあ、どちらにしたってちょっとあまりに最悪すぎるかなというふうに思います。まあ僕ですね、モノモス系 YouTuber がやりたくて、まあ、YouTube を始めたわけじゃないんですね。まあ楽しい話がしたくて YouTube を始めました。そのベガルタ仙台の話も最初はだって遺跡情報とかを最初取り上げたのかな。でその後ランキング動画を作ったりとかして、まあそういうね楽しい話がしたくて YouTube を始めました。で、今シーズンすんごい弱いんですけど、まあ弱くてね、ぐじっちゃうっていうこともありましたし、まああの YouTube 以外のところでもね、まあ友達とサッカーの話するたんびにね、ぐじっちゃって申し訳ないなっていうふうに思ってたんですけど、まあそれでもね、頑張れって、まあそう思いながらね、で、この動画を見てくれてる人たち、このチャンネルを見てくれてる人たちっていうのも、まあ弱いな、ベガルタって、まあ思いながらもね、それでも頑張れって言いながらね、みんなで楽しんで、来たと思いますし、まあそう楽しんで行きたかったわけなんですよ。それがね、この YouTube やっている僕の意義だったんですけれども、それがね、まあ弱いだけならこれも相対的に弱いっていうのはもうしょうがないと思うんですけど、もう、なんですか、金の勘定もできねえし、コンプライアンスもなってねえし、ちょっとあまりにも企業としてひどすぎるんじゃないかなっていうふうに思いますし、ちょっともうこんな状況だったら、まあ、正直言ってチーム状況じゃないですよね。もうクラブ全体のこんな状況だったら、まあ楽しい話ができる状況ではとてもじゃないけどないですよね。僕先月先々月ぐらいからですかね、ベガルタの歴代ドラフト企画みたいなのをやってて、で今まだ続き上げてないのが残り2回あって、今週来週にですね上げようと思っていて、でも動画も作っていて用意していたんですけれども、正直、まあ、この状況下で全体公開すべきかっていうのはすごく迷っております。なんか、今このタイミングで、まあ、あの楽しくね、キャッキャとベガルタの昔話してるんですけど、今このタイミングで、本当にその、正しい話をすべきなのかなっていうのは今、個人的にすごく、迷ってますし、ただ、その、あの動画を作る上で友人に協力してもらっている上でですね、いつまでもこう寝かしていって、るわけにもいかないなというふうにも思っているので、ただね、どうかなっていうのはちょっと今考えています。あとまあそういうそのベガルタドラフト企画だけじゃなくて、その後に考えてたのはベガルタの財政再建のために課金できるようなねアイディア、なんかこう課金要素もっと作りたいなというふうに思っていて、特にまああまりスタジアムにもね行けなくなりそうなご時世、じゃあどこで課金していこうかみたいなアイディアを考えたり、もしくは募ったりして最終的にベガルタにメールでもしてみようとか、そういうような企画をねやろうとも思っていたんですけど、まあはっきり言ってとてもじゃないけど今そういう状況ではないですよね。そういう企画をやってる場合でもないのかなっていうふうに思います。それだけあれなんですよ、この件ってシンプルに道淵がクズ人間だったって2017年からそうなんですけど、結局クズは治らなかったっていう
だけの話にとどまってないんですよね。週刊誌の内容を加味せずに公式リリースだけで判断したとしても、スポンサーやサポーターの信頼を失うような今回の対応だったと思います。まあ、正直その何ですかね、もうあのリリースだけで、まあ、当然終わるはずはないと思うんで、クラブからちゃんとした説明あると思いますし、まあ、それはねまず聞きたいなという思いはありますね。もう文面だけで終わるのは無理な話ですし、やっぱ道淵はクズ人間だったね、でも終わるような状況でも今ないのかなっていう感じはしますよね。本当初動の対応の悪さだと思います。そもそも前に過ちを犯したことがあるっていうのを分かった上で、リスクがある上で取ったと思うんですよ。でそれ自体は僕悪いことじゃないかなと思っていて、まあ、そのリスクをね承知な上で、まあ、ある意味そのベガルタの下部組織で育った人間ですので、もしまた再犯してインドを渡すときはね、まあ、ベガルタ仙台がやるっていうのも責任を取る一つ方法かなとも思いますし、取ったこと自体はね別に悪いことではないかなと思うんですけれども、本当に8月にその発覚したときに弁護士に相談してとか書いてましたけど、だとしたらその弁護士もいかがなものかと思いますけれども、まあ、弁護士じゃないと分かんない話でもないと思います、コンプライアンスはね、正直言ってね。まあ、あんまり物申すけをしたいわけじゃないからちょっとこれ以上言及しませんが、本当にどうなの、ちゃんとやれよってマジで思いますよね。本当にこれもうね、弱いとかいうレベルの話じゃない、弱いのはもうしょうがないよ、弱いのは。だってもう相対的な話だもん。その例えばベガルタ仙台がさ18位でさ J1 いたとしてもさ、それはもう他の17チームがベガルタより強かったってそれだけの話だからしょうがないよ、それはしょうがないし、もうそれで J2 に落ちて J2 でも全然ダメで J3 に落ちたって、もうなんか本当ダメなチームだなと思いながらね、そうやってやっていくけどさ、なんかもうそういうもうレベルじゃないじゃん、そのお金がないどころじゃなくて、もう債務超過に陥ってるぐらいな状況、まあコロナもあったとはいえね、もうそうだし、今回の一連の対応もそうだし、僕が19年ぐらい見てきた中で、まあ、一番状況悪いですよね。まあ、しばらくはベガルタサポーターですって言ったら後ろ指さされるような、それぐらいなんじゃないかなって僕は正直思ってますけどね。その道淵がどうこうじゃなくて、道淵が犯した罪の重さとかどうこうじゃなくて、まあ、道淵はもうクソ人間だっていうだけの話なんで、もう道淵の話はあんまするつもりないんですけれども、ベガルタの対応っていうのがそれだけまずいものだなっていうのは僕はすごく思っています。はい、まあでももうほんと19年の腐れ縁なので、まあベガルタを見捨てる気はないんですけれども、その今後このチャンネルどうしようかなっていうのも、まあ、ちょっと悩んでますね。まあ、本当に言った通りで、まあ、楽しい動画を上げたいわけですよ。ひたすらねベガルタに対して物申す系をやりたいわけではないので、楽しい動画を上げていきたかったですけど、まあちょっとしばらく状況を見なきゃいけないかなというふうにもね思ってます。ちょっともしかしたら今週末、本来だったら金曜日動画を上げる予定ではあったんですけれども、上げるかはちょっと分かりません。今は何とも言えないという状況でございます。なんすかね、このチャンネルを始めるときはもっとワクワクしてたんですけどね、まさかこんなに辛いシーズンになるとは思いませんでした。以上です。